皆さんこんにちは、ちあきです。今ですね、イギリスをドライビングしていました。でいつものようにこのトリップアドバイザーを使っていたんですけども、この近くになんかね、人気のショッピングセンターがあるらしいんですね。これから行くところちょっとお見せしますね。今いる場所の観光スポットで1位の場所なんですよ。130以上のブランドがある。みんなこういうもの買ったんだって。写真、そう、インテリアとか。まだその場所に行ってなくてもどういう場所なのかなっていうのが分かりますね。コメント見てみましょうか。こんな感じで口コミとか、あとはレビューを見ることができます。イギリスブランド好きにはたまらない、日本のアウトレットには絶対にないブランドがたくさんあります。あ、こういう情報もある。免税手続きはかなり混むので早めに行くか、ショッピングの合間に行くことをお勧めします。こういうね、情報助かるよね。この写真を見てるとなんかすごい行きたくなってきたので、これから急遽このショッピングセンターに行ってきたいと思います。いろんなショップがあります。旅行客の方々が多い気がする。コメントにあったように日本のアウトレットよりもかなり安いんですよ。なので来てよかったなって思います。お腹が空いたのでちょっとこれから行く場所を調べたいと思います。何があるかな。そう、なるべく近いところに行きたいので地図をします。そうするとこの今いる地点の周りに、近場にあるレストランがこの地図で出てくるんです。でここをねクリックすると情報も出てきますね。フレッド・アマージュ、これはあのイギリスのチェーン店ですね。美味しいカフェだけどちょっと違ったのを試してみない。いい機能があって、こういうね、いろんなあの場所を調べていて、あ、こっちも行きたいこっちも行きたいと思うじゃないですか。その時にこのね、右上のハートを押すと保存されるんですよ。私がこのビスタに置いているこのファイルを使ったのでここに保存することができます。ここ行ってみようか。チェーンだけどクロワッサンなど軽いパンが美味しい。あ、クロワッサン大好き。オーガニックの食材や飲み物を提供しているらしいです。ハモススターター、ハモスがあるらしい。ハモスはね、私のお気に入りなのでここ行ってみようかな。このレストランに行きました。レビューもいいし、写真もいいし、私が食べたいハモスも。OK、じゃあ行きましょう。見つけました、行きましょう。ここだ、ここだ。こういうとこに来たかったんです。なんか買い物疲れてゆっくり休めるところ。写真で見た通りの雰囲気なのですごい嬉しい。しかもね、ちゃんとね、これオーガニックなんですよ。私オーガニック大好きなのでちょっと注文するのにワクワクしてます。オーダーしました。このね、トリップアドバイザーのコメントを見ながらハモスをスターターに注文して、メインはリゾットにしてみました。いただきます。ハモス大好物。すごい美味しい、うん、よかった。クレープショップがあります。なんか美味しそう。美味しいかな。デザートまだ食べてなくって、デザートのクレープあるかな。ちょっと調べてみますね。え、これも調べれるのかな。クレープアンジュ、あった。おお、口コミ、あ、すごい。いつも人が並んでるって。世界で一番のクレープ、すごい評価がいいです。で写真も美味しそう。じゃあ行ってみます。閉店20分前なのにまた
列ができてます。こんなに混むクレープすごいね。美味しいんだはずね、本当に。すごい煙が出てる。いただきます。なんか日本のクレープ似てるね。だから人気なのかも。うん、ベルギーチョコレート美味しい。目の前で作ってくれたから焼きたて美味しい。食べれば食べるほどこうね、中にチョコレートがたくさん入ってて濃厚で美味しいです。見えるかな、たっぷり。それじゃあまたね。